はい。RH さん、どうもです。えー、羽生さんはまだ今は料理の解説をしない方がいいように思います。で、えー、っと、なぜかというと、これちょっと面白いですよ。うん。え、チェラー、アンダーローテーション、プリーローテーション、GOE、えー、PCS などの評価に、えー、もしも頭の中が、はてなはてなはてなになっても、えー、正直言えないから、えー、辛いことになりそうで、うん。 なるほど。これ、僕のあの新しい知見,知見に、えー、なってきますね。うん。なるほどなと思います。はい。で、えー、っと、そうですね。で、テクニカルアドバイザーとして、後輩たちやコーチたちの、えー、支援をする方がいいんじゃないかと思います。うん。テクニカルアドバイザー。確かに。うん。いいですね。 えー、もちろんプロアスリートとしての活躍が第一ですし一番の楽しみなので、えー、それを最優先にしていただきたいし他の仕事も含めて無理のないようにと願っています。うんまあ多分そういうふうに羽生さんもしていくとは思うんですけども、うん、まあ果たして呼ばれるかどうか、うんまあ、呼ばれる可能性はありますが羽生さん自身がまあ断ったりとかをしていくっていう感じなのかな。うん あ私はは心配とといいううことで、えー、木二さんおはようございますブ、えー、君が言っていたという、えー、解説者の方とは違くてアナウンサーの方なら1人知っていますよおなるほど今でも記憶に残っている選手が、えー、滑る直前に短い紹介をするんですが浅田真央さんが滑るときヒートアップマキシマム心揺さぶるサンデーナイト ここはとにかく見ておかないと。新たな衣装で朝浅田真央。その色は限りなくホワイトスワン。ということらしいですね。はい。え、これ知らないですね。誰ですか、これ。アナウンサーの方なら。あ、でもね、多分この人のことじゃないかな。アナウンサーも確かこの人だった気がしますね。うん。ああ、でもちょっとわかんない。え、うまいこと言ったつもりでしょうが、当時はハッてなってたらしいですね。うん。 そんな召喚いら馬と思っていましたが、なんか心に残ってたまに思い出したりしています。いすいません。これは覚えてないですね。うん。いつだったのかっていうことですけども。え、ジレムさん。ああ、その人私も覚えています。えー、プロレスかボクシングの実況みたいなことが、かなり垂れてる人は、立てる人がいましたね。勘弁してくれと思ったもんです。えー、ここはアイセリンクで、ロープを張った、 マットじゃないですよってえ誰だろう誰のことかなちょっと分かりませんけどね。うんあ。あでもなんかグランプリシリーズの時によく出てくる人かなうん。 えー、キサラ木24さん、お気に召してなかったんですね。当時はうざいと、うざいと思って、えー、誰だったんだろう、気になりますね。えー、聞いているうちに中毒になってしまい、今度はどんなうまいことを言うつもりと期待していたりもしました。今、この方がフィギュアスケートやったら、昭、えー、くんの時はどんなことを言うのか、ちょっと気になります。p s アップロードチャンネルコンプリートということで、うん、皆さん、この解説者というかアナウンサー知ってますかね うん、僕はね誰かな一人あの元気ななんかその佐野稔さんとよく一緒にいるア,アナウンサーかなって思ったんですがさっきのブーデンはちょっと思い出せないですねえー、そしてそしてみわさんあのー、おかえりなさいませお待ちしていましたまた愛あふれるコメントを楽しみに待っています ミワ、うんえー、さん、おはようございます。はじ,、えー、はじめまして、えー。コメントありがとうございます、えー。ただいまです。たくさん一緒に語りましょうね。よろしくお願いします。っていう感じで。あのー、ね。そして、スラケイさん、返信コメントありがとうございます。私は主にロムセンあ主にロム戦ですが、ちょこりコメントをするくらいです。えー、が、ミワさんのうまくんの愛あふれる語りと情熱が大好きです。 えー、ご家族や周りの方にも誠実に対応されているんでしょうね。えー、これからも皆さんや他の方の楽しいコメントを読ませていただきます。よろしくお願いします。また気が向いたらチョコりーコメントさせていただきます。あ、どうもありがとうございます。今日も早速ね、いろんな、えー、コメント入ってますので、うんあの、紹介していくんですけれども。はい、そしてジリムさんからもどうもです。カ、え、ブ、ー、くおはようございます。昨、えー、夜は つい騒いでしまいました。あ、なんだろう。私はいくつかいくつコメントをしたか勝手に疲れましたという、ね、ことですね。え、皆さん、お帰りなさい。待ってましたよ。また鬼語りしてくださいね。こちらこそよろしくです。という感じで。で、皆さん、おはようございますえ。たくさん心配をかけました。 ただいま戻りました。またよろしくお願いします。昨夜のは私もそうそう、うなずいて参加したかったです。あ、昨夜そうそうそう、あれですよね。だから、あの、宇野くんのアップ、 アップルローチャンネルの話で、うん。次回は一緒に応援していきましょうねいや。僕もすごいね、昨日楽しかったんで、うん、すごいですた、昨日僕は。もう、宇野くんのアップ、でもね、宇野昌磨くんのアップルローチャンネルが終わって、海にいて、マスミンさんから、あー、カブくん今日だよって、ジュニアグランシリーズ、うん、嘘そうってなって、そうなんですよ、もうそんな感じで。うん きさやげ24さん、皆様へおかえりなさい。また鬼語りが来てる。よかったよっていうね。うん。えー、皆さん、おはようございます。やはり皆さんと楽しくワイワイした,かしたかったら、えー、戻っていきました。やましいことは何もないから、正々堂々と語りますよ。よろしくお願いします。うん。いや、本当お願いします。はい。もう楽しんでいきたいと思うので、もうあの楽しんでいきましょう。うん。 はい後部陽子さんどうもありがとうございます株君おはようなんかジュニアグランプリの盛り上がっているところすいませんああのねもうほんとねもう関係なく語っていただいていいですよ僕は結構ねあのそれはそれで話題にしていくのでうんえ3位の生命のことを書かせてくださいえー、そしてオリンピックの生命がなければ 今、ここにいなかったかもです。えピョンちゃんの日は、娘が休みで、ランチをしに行こうと思ったら、娘が今日フィギュアで、ハニュ弦ウズルが出るよ。これを見なきゃダメと言って、当時見るつもりではなかったフィギュアを見ること、ああ、なるほど。そういうことだったんですね。そこで、フィギュアすごい、ハニュ弦ウズル君すごいってなり、今に至ります。 あの子の一言がなかったら、まあ、羽生結弦ファンが遅くなっただけかもだけど、えー、ということですね。うん。いやー、なるほど、そういうからくりだったんですね。うん。僕、うん、まあ、そうですね。だから、まあ、羽生さんのどこの部分で沼に落ちるのかっていうところかと思うんですけど、まあ、ピョンちゃんの方は結構やっぱ多い気もしますし、うん。まあ、最近、北京落ちも結構ね、多いっていう話も聞くし、うん。ニース落ちの人も、ニ、まあ、ース落ち結構多いですよニース落ち えー、そっち落ち、そっちのパリさん落ちとかね。うん。えー、それでぴょん、ピョンチャンでも結構多かったんじゃないかな。あとね、中国でアクシデントが起きて、だけど、あの時も、なんか結構落ちたというかね、おーっていう感じだった人もいるっぽいんで、結構いろんなところでね、なんとか落ちっていうのあるんですよね。うん。はい、えー、そして、u s んドうもです。昨日のジュニアグランプリ、うん、そう、日本人強いっすよ。さすがですねっていうね。うん、本当に強かった。 演技も素晴らしかったですしね、あのー、もっとノーミスで。 うん、もう素晴らしかったですね、もうなんかそれそれだけで,で、韓国の選手が1人3位になってますけど、まあ、彼女失敗しちゃったんですけど、成功してきたらちょっと怖いんで、まあまだあのフリースケーティングはね、ただ彼女たちは芝山選手も吉田,吉田選手も安定してる選手なんで、まあ、結構い,いんじゃ強いそうな、このままいきそうな気はしますけど、まあ日本人対決、芝山対吉田になったとしても、おかしくはないかなっていう構成だと思いますね。うん ただ予断をしてると、ちょっと足元をすくわれそんな気はしてくるんで、うん、あれですけども。はい。あ、JUS さんえ、もう一丁。シャンソンかなぁと、おしゃれですね。少しロコを思い出しました。ああ、確かに、ね。う野くんのお話なんです。うん。そうなんです,んですよね。うん。パダンパダム。まあ、美穂子先生がロ,ロコのテーマも振り付けをしたかなと思うので、え結構そういう感じの曲が、美穂子先生多いですよね。うん。 山下真子ちゃんのセビリアの未発誌ショートプログラム以前のやつもやっぱそういうタイプの曲でしたからねえ松井さんどうもですカブさんこんにちは三輪様お帰りなさいまた昭馬さんの愛の鬼語りをよろしくお願いしますカブさんの積み木の部屋の衣装は素敵ですねセンス抜群にいいですまあちょっとね黒あのなんか沈黙屋っぽくもなくはないけどでもまあ そんなこともないか。逆に衣装は別に悪くないかっていうね、まあ、ちょっと着ないと分かんないんで、何とも言えませんけど、着なのはちょっと練習と、そして衣装とかを全部やってなくて、うん。えー、そして上が黒のレザーで、中がピンク、下は、えー、積み木の柄のような模様で。 おしゃれです。虹の衣装が楽しみです。できるのを待ってます。ありがとうございます。うん。ちょっと昨日はあまりにも疲れすぎてしまって、うん。もう疲れすぎてっていうかね、うん。なので、まあ、あの、そうですね。ちょっと夜に,なった夜になってしまったんで、昨日はちょっとやなかったんですけど、今日はね、やっていこうかなと思ってます。今日ね、やることはね、これからそのジュニアグランプリフランスの、えー、なんだっけな、あの男子をね、まだ見てないんで、アーカイブの方を見ていこうかなと思っていますね。うん。 え皆さんどうもありがとうございます。おはようございます。たくさん不甲斐な思いをさせて,てしまい、申し訳ありませんでした。えー、今後は楽しくスケートを語り、盛り上がっていけたら楽しくですね。うん。こちらこそよろしくお願いします。というね、まあ、そういう感じで、えー、松井さん、返信ありがとうございます。今日からえフレンズオーバイスが始まり、ますそう、フレンズもね、始まっていくんで、そうなんですよね。昭、え、和、ー、さんはあまり出演をしないそうです。 おおなるほど。そうなんだえ。最初と最後のグループナンバーも出ないそうです。おーそうなんだ。なるほど。これ結構そうらしいですよ、うん。あまり出演しないということみたいですね。これからの競技のため、怪我をしたくないので、あの怪我をしたくないんだそうです。え村隆たさんとし馬さんが並んで動画が上がっていましたえ。毎年この時期は怪我をしやすいからと言っていました。え、グルーナンバーの練習。 えー、これグループナンバーの練習の時に外に待っていてすみませんとえー、謝っているそうです。本当にそういうところが可愛くて大好きです。 えー、みほ先生の振り付け、パダンパダムは、えー、シャンソンで何か明るく、モダンで、オシャレ。私の頭に、その曲、パダンパダムが、くるくる回ってます。翔ょさんって、まあ、ハンだから、私は全部プログラム、どれが一番って決められません。えー、全部、どれも素晴らしいです。なかなかと語りましたが、これからもよろしくお願いします。いやー、本当ですね。僕も全部好きですよね。だから、プログラムっていうか、宇野しょ先生自身の、そのね、感じが、なんか、いいですね。やっぱ、うん。 え、え、おいさんどうもです。えー、みわさんよかった。うん。私はしょうまくんもはにゅうさんも好きです。えー、このチャンネルではファン同士お互いの良いところを認めて推しのスケーターを応援していきましょう。そう、ありがとう,ありがとうございます。うん。そんな感じでね。 うんえー、皆さん、ありがとうございます。はじめまして。ありがとうございます。あ、おはようございますか、うん。一緒に応援していきましょうね。羽生君もテレビ楽しみですね。私も見てみよう。ではまた。ってそう24時間テレビも始まるんですよね。うん、もう本当すごいですよ。イベントがね、すごいですね。うんえー、そして、伊豆のさん、どうもです、えー。期待できるジュニアがいっぱいあのいることは素晴らしいです。いや、本当なんですよね。女子ジュニアが結構すごくて。 うん、私はやっぱり島田真央ちゃん推しかな、うん、島田選手ね、うん、今季本当楽しみですよ。うん、楽しみってもう、ね、ずっと言ってて。うん、で、ジュニアはコロナの影響で大会が中止になって国際舞台での経験がなく,ななくて、えー、かわいそうだったから、えー、だからえー、今年無事にジュニアグランプリシリーズが開催されてよかった、えー、本当ですね。ねこれも本当でうん あのね、松生理乃さんも、まあ、本当は、ね、たくさん出たかったんだけど、まあ、出ることができず、うん、そ,うだからそんな感じが結構あって、ね、コロナ禍の中は大変でしたけどね、まあ、男子はもしかしたらマリニ君がジュニアに出ていたら成績次第によっては、ね、オリンピックに出ていたという可能性もあるんで、まあ、結構ね、ね、まあまあ、たらればになっちゃうけど、まあ、影響があったかなとは思いますからね。 うん、気持ちを切り替えて、うん、いけるかどうかというところですけどもねはいえっ、ー、とそして皆さんどうもありがとうございます今日はねもう全部コメントをもう読んでしまおうかなと思いますけども、えー、おはようございますただいま戻りましたやはり私らしく楽しくフィギュアスケートや大好きなしょまくんを語りたいから王家の紋章 <laughs> 王家の紋章って言われるとなんかね なんかまたファラオを思い出したんですよね。なんかそんな感じ。ピラミッドなんか大きの紋章とかってなんかありますよね。キャロルみたいになんか私を呼んでいる声がしたいから振り返り戻ってきました。よろしくお願いします。え、もうすぐ本格的になってくる前に、本日26日前から28日の3日間、6公演が始まる前でギリギリですが、集会遅れですが、鬼語りよということですね。うん。で、 えと昨夜はキャーとしょうもくんとみほこ先生は2ーソットサブできたもうこれだけで嬉しいっていうね。 うん、びっくり、嬉しい、泣けてきたでしたね。えー、シウマくんのアップロードチャンネル、久しぶりの更新でやってくれましたね。うん。そうね。あんまり、なんか、小野くんも最後の方言ってましたけど、あんまりアップロードできなくて申し訳ないですって言ってましたね。うん。もう胸熱。えー、シウマくん、最初少し緊張してるしかし、リンクで待っていた美穂子先生に、えー、合流したら、あれ普通、馴染みすぎくらい。 あのー、やはり子どもの時から先生と頑張ってきたから、えー、我が子が家を出てらあの久しぶりに帰ってきたような感じかもしれませんね。えー、どこに行こうとも会えばすぐに溶け込みマネージャーさんも慣れ親しんだ、あのー、関係だから和気あいあい。 え楽しく優しく振り付け指導でしたね。しかもこんな実際に指導している姿は初めてくらいで目がくぎづけになりました。僕もですね、ここまで先生の振り付けを、あのー、見せてもらえるって多分世界的にも珍しいんじゃないかと思いますよ。うんはい、多分ね、あのすごく素晴らしいえ振り付け師がさんがあのこのように選手、有名な選手を教えている振りあのことあの場面っていうのは、 あんなな長くっていいうのはないですね、まあ、これまでは鈴木亜り子さんとかが、えー、っとマトリックスとかを教えてたりとか、ね、そういった場面があったりとか安藤美空さんもそうですよねあったかなと思うんでそこまではあの YouTube ってあんな近い距離ではなかった。 近い時っていうか、そんな時間長い時間はなかった気はするんで、まあ、そこは良かったかと思いますね。うん。また、うまくんの手袋、私とおなあ同じというところですね。なるほど。お揃いだわ。えー、そう、あれは水野さんの翔馬限定で買ったグッズだわ。えー、パープルバージョンの、えー、天国の階段の頃に、 同じことを思ったファンがたくさんいそうで嬉しい発見ですねお。それはちょっと知らなかったですね。うん。エキシビジョンナンバーは美穂子先生の選曲のシャンソン。パダムパダム。わあ、素敵。うん。そうなんですよ。パダムパダムなんですよ。最初の振り付けが、おお、大好きな。えー、なにこれ。顔なあ顔を撫でて、え、シウマ君、体はっていうね。うん。何回も練習をしたり、美穂子先生の手が、えー、手がね、3回シまマ君を押したわっていうね。 そうなんですよね1、2、3って腕とこと顔んとことねこう,こうしてっていう感じで2人ともに嬉しそうだわ皆さんが言われていたちょいでちょい甘いかな、えー、今日注目ポイントでは楽しみというねそうなんですよ今日だから結構ね見どころがある,んですあるので、うん、最後終わったとか終わった後に、えー、ロインはご愛顧、うん。 あはいはいはい、やってましたね。うん。そう、練習してね、えラストピタリとえ、本日はやりますよ、ね。そこ気になりますよね。なんかちょっと足をね、交差させるような感じにして、止まる、止まるんですよ。うん、ん止まるシーンが、ちょっとこう、なんか芸者っぽくなってるっていうのは うん、だからそんな感じに見,見えてしまう。でもね、そこで止まるのがね、難しいんですよね。あの、クロススピンカー、ぐーぐーぐーって回って、で、止まんなかったっていう。で、また、美保子先生に誕生日プレゼントも何かなっていう、これ、美保子先生誕生日なんですね。うん。このプログラムは今後の出来次第では、まあ、競技用としても使用できそうというらしいです、ということ。おお、なるほど。あ、これでも僕ちょっと気を逃しちたとかもしれないですね。うん。 さっきねマリン様からもコメント若干入っててあのこれエキシビジョンからショートに変わるのかなみたいなところあるっぽいっすよ。 うん、来季以降の候補になりそうとかああなるほどそっかそっかおもそうですねえー、自分を磨く場所にエキシビションはなりそうですよさすが美代子先生ちゃんと成長するように考えてくれているな、えー、シウマくん頑張ってうれしくてたくさん練習を密かにしているはずでだって確かエキシビションの振り付けは終わったと6月後半に言っていたからあれから2ヶ月うん 今日から始まるフレンズオンマイスに向けて、翔馬くんならできる。うん、できますね。だから今日皆さんあれですよ、まあ。今日やるかどうか分かりませんけど、ピタッと、ね、止まれるかどうか、まあ、そうは見どころになってくるかと思いますよ。えー、また、足を手を使わずに上げながら滑るのは、浅田真央ちゃんが得意で先日解説してもらったあの仮面武道会でも翔馬くんがなんて注目だわと楽しみということです、ね。はい、あのなんかあれですね。えっと、なんか覚えてますね。うん はいでは、たくさん他にもありますが、仕事に。えそれからフレンズでシウマくんの5、6たくさんのカレンダーが2200で発売になったということですよ、えー。キーホルダーが2種類で世界選手権金、記念かな。他にも先着順にクリアファイルか何かがついてくるみたいだから、現地限定らしく、うらやましいなということですね、うん。そういうことらしいですよ。うん、なので、あので、ー、あ ね、現地に行かれる方、僕の中でいますかね、カブくんテレビの中でね、ちょっと分かりませんけど、あの、ね、楽しみでいただければという感じはしますけど、ね、あの、はい、楽しんでいきましょうっていうね。うん、まあ多分放送とかもされるのかなうん、まあ、まあ僕はちょっと YouTube とかでちょっと拾っていったりとか、動画どっか拾っていくしかないんですけども、まあ、そんな感じで楽しんでいきたいなと思っています。はい。 はいえー、そして、マイク・バアトラさん、どうもありがとうございます。えー、皆様、おかえりなさい。鬼語りを聞きますよ。僕もまいちゃんの鬼語りをしますから、聞いてくださいね。関西の情報は何でも教えますよ。遠慮なく聞いてください。あ,ありがとうございます。僕もね、なんか全然わかんないこといっぱいあるんで、うん、関西、ほんとね、難しいっていうかね。 あのー、本当、僕ね、あれですけど、みわさん、こんにちは。いろいろご心配をおかけしました。まだ消されていなかったようで、首がつながり、またお世話になります。えー、みはま、あお、みまちゃんを一緒に応援できそうです。誤解も解けて、すっきり新たに楽しみましょうね。ありがとうございます。うん。そして僕もちょっとね、そういう感じで、うん。 えっと、コハクインさんどうもです。えー、皆様お疲れ様です。えー、ショーマタオル、巨神軍のようなオレンジ、見ましたかということですね。巨神軍のようなオレンジタオルっていうのがあるみたいですね。えー、フレンズで販売中でしょうか。グレーよりも欲しいかなということで、これを振っている人が今回、あれですかね、会場にいるということですかね。うん。はい。ということあ、そして皆様、もう一度ですけれども、それから昨夜、富士テレビの FNN のライブニュース。 アルファにえフレンズの公開リハーサル風景がちらっとあり、ショくんはママさんに手作りの衣装を滑っていたら、えー、紺色に見えたけど、今朝 LINE ニュースの写真で、皆さんとはバーブルっぽくも見えてますね。やはり今日はパダムパダム。あ、ってことはあの衣装は。 パダムパダム用の衣装ですね。なんか紫色で、お母さんがなんか白い子か塗ってたっていう、なんかちょんちょんでつけてましたけど。えそれからえ、高橋大輔さんもカレンダーやクリアファイルが発売らしくて、えフレンズのグッズ売り場は早く行かないと大変かもですよということみたいですよ。うん。ザ・アイスは初日から長蛇の列で、えー、最後尾はなぜか、あ、どこん最後尾はどこ開園に間に合わないから。 転売のパンフレットだけで、えー、買い急いで席に着きましたよ。だから会場ガラガラではなく皆さんグッズ売り場にギリギリまでいたから始まる寸前に、えー、会場が満席になりました。うーん。なんかネットで早い時間を紹介したのを見たからお知らせまでに。では行ってきます。会社にということで。うん はいあのありがとうございます。そんな感じなんで、た、うんまあ、多分今日ね、またいろいろコメントいただける可能性もあるかなと思いますけど、ちょっとね、まあ、楽しんでいきつつですけどもね、まあ、動画上がってくるかな、うん、動画がいろいろ僕も拾っていこうとは思うんですけどもね。 はい、えー、ビビーババズさんどうもです。おはようございます。みさんはじめまして。私も3、4日前からカブさんのチャンネルにコメントをさせていただきます。えー、いろいろと大変でしたね、えー。フィギュアスケートファンの一人として心配もしていました。えー、この場に戻ってこられて本当に良かったですね。いや本本当当ね、僕も昨日本当 嬉しかったですよ、コメントを来てて。うん。あの期間はずっと楽しくないあの話がずっと続いていて、か、え、ぶ、ー、さんもファンの皆さんの心が疲れていたのですね。うん。史上最強だったですね、はっきり。うん。何よりだ大好きなフィギュアスケーターの押し話などいっぱい聞ける私は、えー、見るのが好きです。でも読むのが追いついていけてなくてすいません、えー。皆さんも大好きなスケーターの話、バンバンしてほしいです。そうですね。 が、遠慮なくっておっしゃる方いますが、気にしなくてくださいね。うん、あの僕はそれはそれであのね。例えば今ジュニアグランプリの話ありますけど、宇野くんの話もあるし、関係ない話も全然してくださいね。うん、それはそれであのー、枠をね。ね あの残しておいて、あの、しますからね。うん。だから気にせず、本当にやってほしいと思います。えー、っと、それをシェアと共感できたらいいなと思います。えー、かぶさんはファンの皆さんとシェアできたらいいなと思って、このコミュニティを始めましたよね。私も望んでいました。最初はね、もう僕だけが、もう、ばーって話すような、うん。あんまりコメント読まないような感じだったんですが、1年くらい前に、からですね、コメントを読むようになったと思うんですよ。 うん、確かね。そう。で、ね、あのー、まあ、以前から、ね、コメント読んでましたけど、コメント読み上げるっていうことはなかったんですよね。なので、多分1年ぐらい前だと、1、2年かな前から、ちょこちょこ始めてきて、まあ、結構面白くて、でね、前はね、なんか間違いとかを指摘されるのが、指摘されると、なんていうのかな、いや、違うよっていうと、なんかえ、えっていう感じでしたけど、逆にコメントを読むことによって、 学びと、えーっていうことはどんどん出てきて、ですねこれは面白いっていうことでね、うん、初コメントで全員ほぼ好きと言っていましたが、一番推しているスケーターは宇野昌磨選手です。<laughs> あの選手が一番好きな理由としては、えー、わ愛いのと演技ではファンも魅了するくらい表現力も素晴らしいです。かわいいですよね、あのね。やっぱね。男子から見てもそう思うので、女性の皆さんは余計にそう思われている方多いんじゃないかと思いますけど、美、え、輪、ー、さんもファンの皆さんも好きなスケーター愛をパンパン気にせずに語ってくださいね。私たちも楽しみにしています。ということで。うん で、返信が、えー、皆様、えー、こんにちは、はじめまして、お返事ありがとうございます。なんだか皆様にもご迷惑をおかけしましたが、誤解を求けたから、新たにまた新規一点語りますね。いや、ちょっと僕も今回、ぐちゃぐちゃになってしまって、あれなんですけども。うん。私も昔からスケートが好きで、しょうまくんとまおちゃんが一緒にしょうまくんを特に応援しましょうね、と。うん。 今、昼休みだからまたあとに、ね。さっき仕事を行かれていたんだけど、もう昼休みはできちゃったっていうことですね。うん。僕もちょっとあとで朝ごはんを食べていくんですけどね。 はい、えー、そして、伊豆菜さんどうもありがとうございます。カ、え、ブ、ー、君おはようございます、えー。結局、羽生さんの全ての演目がいいです。えー、羽生さんをソチで見たときは、私はえっと思いました。これはパリさんですかね。パリさんか、それとも、えっと、ロミジュキか。でも、パリさんの方が好きな人多いですね。あんまりね、羽生くんのソチのフリーは、おだやりねなんないですよね。あんまりね。うん。でも、パリさんは結構、あの、なんだっけ、おだやりになって、 ロミジュリは2012年のニュースは圧倒的ですけど、なかなかね、こっちの方のロミジュリはね、話題にならないんです。だから多分パリさんの方だと思いますよね。うん。まあ、この時は団体戦でも羽生選手が圧倒的な演技をしてですね。うん、えー。羽生さんを初めて知ったら高校生の時、全日本選手権に出ていた時です。あ、羽生君高校生の時ってことはいつだったか ?16 歳とかです。15、16歳かな。うん。なんだろう。 ホワ,イトレホワイトレジェンズだとかななんだか,何でかなちょっと忘れましたけどもね。多分ホワイトレジェンズだと思いますね。で、えー、っと、前にも言ったかもしれませんが、珍しい名字だなぁと。なんか女の子みたいな男の子だなぁくらいの印象的でした。うん。いや、ほんとね、一番最初に出れただけは、なんだこの子はと。うん。 この子な、なんだろうっていうね。非常にね、インパクトが残る。うん。もう見て忘れられないくらいのインパクトですよね。うん。髪の毛も、ちょっとこう、キノコっぽい感じで、なんかそう、なんだ、えっていうね。この人、なんか、スケーティングも、これまでとは違って、なんかね、不思議な感じなんですよね。うん。でも、っちオリンピックを見て驚き、あの時の男の子はイケメンの青年になって、そしてパリの散歩道はかっこよかったです。うん。多分ね、この確かね、 おブライナー・オーサーについてから、オーサーさんが、羽生君に、なんかこう、もっと男らしくみたいなこと言ったらしいですよね。確か。うん。これ聞いたことがありますね。それこ,こからがですね、パリさんが生まれたらしいですよ。うん。 で、あの時の男の子がイケメン青年になって、そしてパリの散歩道はかっこよかったです。えそれから私の羽生さん愛は始まりました。えそっち落ちでした。うん。その後はピョンピンん落ちて北京落ち。え、そして、あの、明日はロンカップ落ちたくさんいるといいです。とね。うん。明日ということなので楽しみですよね。羽生君はね、だからその、これまでは阿部七海先生のところで、まあいか、あのちょっとこう、ステーキというかね、まあ、ちょっと女性。 ちあの知的な感じというかね、そういう感じうん。中性的な感じか。の演技が結構多かった。まあ、プログラムの曲曲のね、選択も、えー、そんな感じだったんですけど、まあ、ブライアン・ウォーサーについてからね、うん。そういった曲とかも選んでいたかなと思いますね。以前ね、確かね、ムーラン・ルージュとかやっていたんで、まあ、これは結構、なんか、そういった感じはしましたけど、違う感じはあったんですけど,あとど,こだあど、どこだったか忘れましたけど、どっかのグランプリシリーズでも、グランプリファイナルかな。うん。 なんか違う曲とかを結構イメージした違う曲を使っていた気がします。12年グランプリかなうん。ショートプログラムで。名前忘れましたけど、ね、曲の名前がね。うん。まあでもそんな感じで、まあ結構そのね、えー、まあ,あた新しいね、うん。感じになっていったのが、まあニュース終わってかっていう感じはしますけどもね。はい。 そうそう羽生君はだからこの何だってニースの終わった後に、えー、オ王さんのとこに行ってまあこのパリさんは 2, 2シーズンで演じたわけですけどもね、うん、このパリさんと、えー、ノートルダムのパリでその後のシーズンがあのオリンピックシーズンでこのパリさんと、えー、ロミジュリ、うん、ということになるわけですよねはい。 ということで、うん。あ、そして連投です。えー、10日に行われたアイリンでの、えー、公開練習、報道機関が38社、えー、総勢88人の取材者が集まったそうです。おー、すごいですね。そのうちの25社が5分ずつの地獄のインタビュー、インタビューする報道機関、どうやって決めたんだろうかということですね。おお、これはちょっとわかりませんかど、ね、どうやって決めたんだろうっていうね。羽生君が選んだとかってできないとは思うんですけどもね。うん。はい。 なんだろうどんな感じなんだうこういったところはちょっとわかんないですけどもね。うんはい、えー。そして松井さん、どうもです。カ、え、ブ、ー、さん、今日はあ、こんにちは、えー。このパダムパダムは協理でもできると語っていました。うん。これはちょっと気になりました、ね、僕もね。だから、えー、来年の調理を考えている。これ結構、何から何気にあのー なんだろうすごいですね。うん、気になります。入れられたら入れるとニュースツイッターに載っていました。えー、25日のフレンズオンアイスの、えー、公開のインタビューに語ってましたということなんで。うん。なるほど。じゃあ、このプログラムでも来年いこうか。うん。今年はとにかくあのー、なんだっけな。えっと、なんだっけ。うん。 グラビティですからね。ー、まあ、はもしかしたらこの美保子先生のパダンパダンをショートにしてもう気が速いですけど、うん、フリーをステファンのフリースティリスに変えるの,かっていうするのかっていう感じもしますけどね、うん、はい、まあ、その前に今季まだ始まってないっていう感じしますけどルモンミカンさんどうもです、えー、演技ではないですが羽生さんの高速くるくる、うん、僕もこれね 全日本選手権の時ですよね、これ、僕、話題にしましたよね、高速で移動して、くる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 ってね、回るんですよ。これはね、演技始まる前です。演技始まる直前に、えー、アクセルジャンプの、あのー、なんだっけ、あのー、確認をするんですよ。で、その時に、一った上に上げて、下について、くる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 って早く回ってるんですよね。これがですね、結構面白くて、そう、僕も好きですね。 羽生結弦高速クルクル特集の動画がないかなと繰り返しずっと見ちゃいますあ。あと羽生結弦後ろ姿特集もあればずっと見ちゃいます。えこれをコメントをしたらすぐに羽生結弦美しい背中という動画が流れてきました。はやっていう、ね、ことですね。 うん、これはなんか新しい YouTube 動画ということっぽいんですよね。まあ、そこの高速クルクね面白いですよね。好きですよ、僕も。これはね、結構ね、簡単そうに見えて難しいですからね。あんな軸細,かった細くて、ね、つゆずるみたいにくるくる回っていくのって結構ね、引っかかって転んじゃうこともありますので、うん、あんなもう軸細いなってね、思いましたね。もうちょっとね、普通は軸が太くなりがちなんですけどもね。うん、相当だから練習してるのかなっていう感じはしますけども。 はい、えー、そして空影さんどうもありがとうございます。おはようございます。今日は曇っていて、昨日よりどんよりしています。なんかもうだんだんちょっと秋っぽくなってきてるのかな。うん。相変わらず湿度も高めでジメジメしていますが、西日本と比べて7、8度ほど気温が下がっていたんで、ましですね。予想最高気温も26度ということですよね。こちら、ベルギーも今日昨日ね、 気温が15度くらいまで下がって、結構寒いですよ、うんえ。個室から撮影された虹の映像は、5月、あ、5月29日か。なるほど、なるほど。うん、5月だったんですね、あれ、確か。うんえ。アップされた動画でしたんで、間もなく3ヶ月になりますね。うん。ってことは3ヶ月間っていうことになるかなと思うんですが、この3ヶ月間、いろんなことがあり。 <laughs> まあそうだったとういや本当ですよ。かなりあったと思自分で言うのおかしいですよね。自分で言うのおかしいですよ。結構ありましたよね。<laughs> ついにここまで到達しましたね。もう本当に。うん。だから僕がちょっとね、 お,おじいちゃんになった時にね、この YouTube を見返してね、ああ、こんなことあったなとかね、なるんでしょねって言ったね、うん。あのね、そういった日をね、楽しみにします。そういったね、ことを考えても YouTube を撮ってるってあるんですよ、僕。うんとみんなとこういう話したよねーとかね、ああ、こういうことあったねーとかね、あの時ははしゃくったねーみたいなね、うん。そんな話したりとかね、なんかお、おいろ思い出になるのかなって、うん。まあ、こ YouTube はいつまで続いてるかわかりませんけど、今のところはね、また、あ、多分死ぬまでやるんじゃないかと思いますよね。うん。まあなんか ねあのー、結構年を取った後にに、ね、見,見返して、うん「あんなこともあったねこんなこともあったね」ってねちょっとなる気がするんですよね。 一、うん、日の小さな努力も含めて、無駄なことは一切なかったと思います。衣装のサイズは問題ありませんでした。あ実はね、あのちょっとね、個別には来たんですけど、あのー、全部ズボン、そしてえっと上半身の方、服の方ですね、着て、まだやってないんで、まあ、ちょっとね、今日ね、さすがにやっていこうかなと思っていて。うん あれです今日はね、あの、ジュニアグランプリの動画を見たりとかもしますので、まあでもね、今日は多分できるんじゃないかなと思います。引き続き、形になる過程を楽しみにしていますという。ありがとうございます。うん。多分ね、今日着てきますよ。で、多分今日着て、ショートやってみようかなちょっと思うんですよね。うん。ね、それで、ビリっていっちゃう可能性もあるんで、うん。はい。まあそんな感じで、ちょっと衣装、出来上がりいね出来上がりなんだ。はい、とかちょっとね。うん。 やったりとかねしたりとかはしますけどもうん。 はい、えー、そしてマイクバーテャルさんどうもありがとうございます。かぶくこんにちは。愛知は未だ暑い状況が続いています。ということですね。うんまあ、仙台とちょっとやっぱ様子が違いますね。気候がえー、確か2014年でフィギュア哲学者の町田さんは火の鳥でしたね。というそうなんですよね。うん、あのー、登場した時、僕があの衣装は何だろうと言うとえー、何てか,かないが一言火の鳥だで、ね、と一発で当てましたね。うん、すごいですね。なるほど、ここで。ということ とことでえー、国内のニュースですという札幌市長が9月に IOC を訪問するらしいですということです。うん 札幌市長は9月に IOC を訪問するということですね。いよいよ札幌オリンピックの指導かっていうね、う可能性あるのかな。うん。怪我をしていた三浦璃ちゃんが表情練習を再開したそうですよ。大きな怪我ではなくてよかった。よかったですね。うん。あのー、また復活していくと。で、え今日11月の NHK 杯のチケットを申し込みました。え3日間投資券です。当たってくれよと、当たってくれよ。 生リキルが見たいってね、うん、ちょっと願ってますので、うん、あのー、当たってほしいですね。で、前久保さんは多分、ジャパンオープンにも行かれると思うので、確か、うん、ちょっといろいろこう、感想文とか、ちょっと楽しみはしてたりはするんですけど、いや、ほんと当たってほしいですね。うん はい、えー、そしてマイク・バーテテラさんもう一人なんですけど「えー、カブくんこんにちは」「ジュニアグランプリシリーズ第1戦のフランス大会男子のショート結果で1位が中村おお中村くんやったね」 すごいですね僕。僕ね、これから見ていくるんで、中村くんすごい。あの、彼はね、後半失速する感じがあるんですが、それも、あ、7 7 6て高いですね。うん。トリプルアクセル成功。え、彼結構ね、アクセルジャンプうまいんですよ。プルシェンコっぽい感じのこう助走なんですけどもね。うん。え、3位が、あ、森本くんが3位で、おお、いいスタートですね。うん。え、69.46でトリプルアクセルは回避です。彼は、 あのジュニアの時はあの全日本ジュニアの時もトリプルアクセルやってなかったんでまだ完成していないんじゃないかなと思ったりもしますけどど,どんな感じなんだろうってね。 感じで,すでも69.46って結構いい点数ですよ、これは、うんで。2位は韓国の選手ということで、あ分かりました、ちょっと気になるんで、後で見ていきたいと思います。またね、あのもちろんあの1位、さあの日本選手もちろんそうですけど、他ににも、ね、新人発掘する選手もやっぱりいるんで、まあ、そちらも含めて確認してきますよね、き、ねうん、昨うもいたんですよ、女子選手で素晴らしい、あのえー、っとねデンマークの人、うん、点数は48点でしたけど、素晴らしいなって思いましたね。うん はいそして、えっと、ムイピーさんから情報が入ったんですけど、24時間テレビの新しい番組宣伝のローカルに羽生君が登場したということが、えー、で,ですね、うん、過去とともに前に進んでいく力強さを表現していきたいなと思っていますということをコメントしたみたいですね。で髪をなでつけたおでこ丸出しの羽生君でした。これ、珍しいということです。なるほど、ちょっと表情が変わってた感じですね。うん で明日の24時間テレビおじさんは、どうぞそのまま羽生結弦の公式 YouTube に移動していただきえ、チャンネル登録をポチッと押してお願いしたいです。え登録者ももう少し70万人すごいですね。うん。今月中、まあ、今週中にもね、あ、でも、なんだろう、100万人ね、行きそうな気がしますね。 うん、えシアプラクティスは300万回の再生を突破しましたってねうもうちょっと見てもいいんじゃないかっていうくらいの気はするんですけどあんな貴重な映像だから多分選手の皆さんもかなり見てる人多いとは思いますよ、うん、あの動画を見て、まあ、先生とかもね見てるんじゃないかなちょっと思ってますねあこういう風にやってるんだってね、うん、感じはしますかねはい はい、えー、そして島村長さんどうもありがとうございます。かぶくんこんにちは、えー、少し前のフジテレビのフィギュアの中継は演技を放送するのと人気スケーターやフジテレビが応援する選手のあおり V が3分の1以上の時間を占めて中継ではポエム炸裂で1人でも多くの演技を見たいファンからは不評でしたああそうだったんだ僕全然気にしなかったですんねうんしなかったんですけど結構やっぱり不評だったんですね。 うん、私はトリノの NHK のアナウンサーのカリアさん大好きですよ。すごい好きですね。うん、の詳細な取材に基づく解説が良かったですね。えー、トリノの女神は荒川にキスをしました。言ってましたね。これはね、本当勝つ瞬間ですよね。勝った瞬間にね、うん。でもね、あの時ね、スーツ界が得点出る前に、えー、荒川さん待ってて、カリアさんが、あのあの荒川さんが待ちます。 その時を待ちますって言ってましたからね。だからもう多分ね、あの、駿河の演技のあとに、もう荒川さんが金メダルを確信してましたよね。うん。でも、佐藤由香さんは、もう荒川の金は分かったということで、もう多分荒川さん金だと思ってましたけど、あのー、ぐ口さんとスルーツ河を比べることを言ってましたね。うん。だから、あのー、多分ね、ね、えー、佐藤由佳さんとしては、ぐ口さんにもメダルが欲しかったと。 うん、あのね、刈谷さん言ってましたけどあの、欲張りかもしれませんが、すぐにもメダルが欲しかったなとって言ってましたよね、うん。そしたら佐藤さんが、うんあの、でも彼女もこれ以上はもうできないと思いますって言ってましたよね。うん、だからなんかね、ねこの時きね、いろいろ懐かしいなと思って、すぐにさんは、ね、えー、っと、あのトリノの魔法がかかって、バ番組もままで解けないと思うからって言ってまして、ょっでもなんかいろいろ懐かしいなと思いましたね。 うん、で、日本の荒川静香金メダル、アジアで初めて冬のオリンピックでフィギュアスケートで頂点に立ちました、うん、言ってましたね、これもね、の名台詞が忘れられません。えー、この人はアテネでも体操の富田さんの鉄棒で、新身の新月面が描く放物線は、栄光への架かけかしたああ、知ってます。はい、これも知ってますね。うん、もう非常に懐かしいですね、うん。という名台詞を残しています。 えすいません、もう一つ、ソチの,あらあの浅田真央ちゃんのフリースケーティングが終わった後の NHK の長海さんでは、鳥海さんは、しばらく何も言わずに、口を開いたときに、これが浅田真央です。ああ、はい、はいはいはい、言ってましたね、うん。浅田真央のスケーティングです。6種類の3回転ジャンプ8つ、すべて成功。これができるんです。なんというすごいスケーターでしょああ、はい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 。 いやー、覚えてますね。なんか、この時も結構感動したような気がしますね。うん。忘れられないセリフってすごいですが、最近はあまり聞かないのは残念です。確かに。最近は聞かないですね、あんまね。まあ、最近の,あの女子の,、えー、あの解説アナウンサーは、結構明るめの人になってきてですね。うん。 でも、あの方もね、一番最初聞いたときに、あ随分と、なんかスケートが好きなんだなって伝わるような明るい感じだったんですよ。なんかね、だったんですけど、まあ、この名ゼリーを着てるかどうか、確かにね。うん。僕もカリアさんいいですよね、やっぱね。カリアさんとか、うん。まあ、そんな感じなんですけども。はい。まあ、アナウンサーとか実況の話で盛り上がるの結構面白いですね。うん。まあ、塩原さん、なかなか僕は面白かった気はするんですけど、ちょっとこう、いろいろ不評だったっていうところもあるっぽいですね、やっぱ。 はい、えー、そしてマリンさんどうもです。s u m く君のエキシビションからショートプログラムの変遷は、えー、グレートスピリットシェーリー・ボンの振り付け始めはエキシビションであったが、えー、翌年コーチ不在のシーズンとなり、えー、ショートプログラムの用意がなかった、えー、グレートスピリットをショートプログラムにした。 オーボエコンチェルと宮本賢治さんの振り付けは、最初はエキシビションで作られましたが、ショートプログラムにも対応できるように作られていた、えー。コロナ禍もあり、ショートプログラムとして継続されている。なんかあのー、マイケル・ジャクソンもなんかあった気がします、そんなブーデンそして、アースソング、えー、ステファンの振り付けは、もとよりエキシビションであったが、オーボエかアースソングのどちらかをショートプログラムということだったが、オーボエがショートプログラムに決まるということですね。で、パダンパダン。 樋口美穂子先生が振り付けで、え今回もエキシビションからショートプログラム移行可能なプログラムになっているらしい。うん、結構、だからステップシークエンスが難しい感じの、ね、ことをやってるんで、ね、だからそういう、あのー、試合をイメージしてるのかなっていう感じもしましたけどもね。多分来年のショートプログラムだろうってね、もうすごいですね。もう今季本格的に始まる前に、来季のショートまでこうなんかね出来上がりつつあるっていうね。 うん、ねなんか面白いですね。昇馬くんにとっても美保子先生にもどちらにも必要なタッグだと思われるということでね、うん、今のうちから準備しておこうっていうねことなのかもしれませんよね。うん、はい、えー、そして、跡部陽子さんどうもです。えー、皆様私は皆さんの宇野昌馬選手への相方に大好きですよ。どんどん宇野昌馬くんを語ってくださいねということでねそう、応援のメッセージということなんですけどもね。はい。という はい。えー、それではね、これで終わりにしていきたいと思います。でこ、今日は結構ね、話題が豊富になっていく可能性あるのでね、うん。まずはジュニアグランプリの方から見てきて、いろいろやっていきたいと思っています。はい。ありがとうございました。